フェルナンド・モリエンテスは、スペイン・エストレ・マドゥーラ州、カセレス出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションは FW、元スペイン代表。相性は、エルモロ・ナンドと2つあるが後者は、AS モナコ在籍時の監督、リディ・エデシャンが命名したもの。アルバセテ・ BP とレアル・サラゴサでの活躍から1997年に、レアル・マドリードに移籍を果たし、 リーガイスパニョーラ優勝2回、UEFA チャンピオンズリーグ優勝3回など、数々のタイトルを獲得した。2005年1月に移籍したリバプール FC でも UEFA チャンピオンズリーグ優勝を果たし、その後はバレンシア CF とオリンピックモルセイユに所属した。2010年に現役引退してテレビの解説者に転身したが、2015年に一時的に スペイン6部リーグのデイブ・サンターナで現役復帰した。5つの異なるクラブで UEFA チャンピオンズリーグへの出場を果たした史上初の選手であり、これは現在では6つの異なるクラブで同大会への出場を果たしたズラタン・イブラヒモビッチに次記録である。そのうちオリンピックマルセイユを除く4つのクラブで同大会での得点を挙げており、これも6つのクラブで 同大会での得点を挙げたイブラヒモビッチに次ぐ記録である。なお、自身と同じく四つのクラブで、同大会での得点を挙げた選手として、エルナン・クレスポがいる。スペイン代表には九百九十八年にデビューし、歴代四位の二十七得点を決めている。FIFA ワールドカップは九百九十八 f i f a ワールドカップと二千二2 f i f a ワールドカップの二大会に出場して、 計5得点の結果を残した。エストレマデューラ州のカセレスに生まれたが、警察官の父親の仕事の都合で4歳の時に、カスティーリャラマンチャ州のトレドに引っ越した。1993年、プリメーラディビションのアルバセテビリピーからデビューを果たし、2シーズンで22試合に出場して5得点を決めた。 1995年夏に移籍金90万ユーロでレアルサラゴサに移籍すると主にダニトニトップを組み2シーズンで28得点を決めてフォワードとして頭角を表したサラゴサでの活躍はレアルマドリードの興味を引き1997年夏に移籍金660万ユーロでレアルマドリードに移籍した1997から98シーズン序盤戦は プレドラグミアトビッチやダボルシケルの控えだったが、やがて先発出場するようになり、遺跡初年度ながら33試合に出場して12得点を記録してチーム内得点王になった。レアルマドリードでは主にラウル・ゴンサレスと2トップを組み、数々のタイトル獲得に貢献した。リーグ戦は期待外れの4位に終わったが、 UEFA チャンピオンズリーグでは32シーズンぶり7回目の優勝を成し遂げた。1998年12月1日に国立競技場で行われたインターコンチネンタルカップでは CR バスコダガマを2から1で下して世界制覇を果たした。1998から99シーズンはとても調子が良く、得点王は25得点のラウル・ゴンサレスに譲ったが、 三十八試合に出場してリーグ四位の十九得点を挙げた。九百九十九年十二月に結婚し、九百九十九年七月に長男を二千一年八月に長女を二千六年九月に次女を授かった。九百九十九から二千シーズンも質の高いプレーを見せ、前年度と同じ十九得点を挙げて二度目のチーム内得点王になり、 さらに UEFA チャンピオンズリーグでは、決勝のバレンシア CEF 戦でゴールを決めて、過去3シーズンで2度目の優勝に貢献した。2000から01シーズンは、終盤戦の怪我によりリーグ戦は6得点に終わったが、レアルマドリード加入5発のリーグ優勝を果たし、UEFA チャンピオンズリーグでは準決勝で、バイエルンミュン編ンに敗れたものの8試合4得点と、高い決定率を残した。 2001から02シーズンはデポルティー・ボラ・コルーニャのディエゴ・トリスタンに次ぐ2位のリーグ戦18得点を決め、とりわけ7から0で勝利した UD、ラスパルマス戦では1試合5得点の快挙を達成した。UEFA チャンピオンズリーグでは決勝でバイエル・レバー空前を破り、2シーズン前と4シーズン前に続いて3度目のチャンピオンメダルを獲得した。インターンチネンタルカップでは、 オリンピア・スンシオンを破り4年ぶりの優勝を果たした。2002年夏にインテル・ミラノからロナウドが加入したため、モリエンテスは FC、バルセロナやトッテナム・ホットスパー FC に移籍するのではないかという噂が流れた。特に前者は2200万ユーロという莫大な移籍金をモリエンテス獲得のために用意していると報道されたが、モリエンテス側の金銭的な要求が高かったために、 実現しなかった。ロナウドの加入以外に、レアル・マドリードの下部組織出身のハビエル・ポルティージョが復帰したこともあり、モリエンテスの出場機会は前シーズンから急減し、移籍後最小かつ初めて一桁となるリーグ戦六得点に終わった。その出場機会の少なさから、トッテナム、レアル・サラゴサ、エース・ローマ、AC ・ミランなどへの移籍が囁かれたが、結局マドリードに残った。 この時期には、ギャラクティコ制作がさらに推し進められ、2003年夏には、デビッド・ベッカムが加入したが、彼は、スター編長のクラブ方針に批判的だったため、中場監督の構想外となった。シャルケ・レイオムへのレンタル移籍交渉はまとまらなかったが、リディ・エデシャン監督が率いるフランスリーグ1の AS、モナコへのレンタル移籍が決まり、 リーグ戦では28試合10得点とまずまずの成績を残し、UEFA チャンピオンズリーグでは12試合で9得点を奪って得点王に輝くなどリーグ戦を上回るインパクトを残した。皮肉なことに、準々決勝では自らを放出したレアルマドリードとの対戦となったが、アウェーホームの2試合とも得点を上げる活躍を見せ、アウェーゴール差で辛くも準決勝に進出した。 準決勝のチェルシー FC 戦でも得点して、勝ち上がった決勝の舞台はシーズン前に移籍する、可能性があった、シャルケレイオ4のホーム割れなアウフシャルケであったが、大会10得点目はならず、3から0で敗れて、自身4度目の大会制覇はならなかった。シーズン終了後に、レアルマドリードに復帰したが、リバプール FC からマイケル・オーウエンが加入して、ポジション争いは一層厳しくなった。 2004から05シーズン前半戦で出場した13試合はすべて途中出場という起用法への不満はあったにせよ。リーグ戦では半年間で1点も上げられず、2005年1月に移籍金930万ユーロでイングランドプレミアリーグのリバプール FC に完全移籍した。レアルマドリードでの6シーズン半でリーグ戦182試合に出場して82得点を上げた。 2005年2月1日、マンチェスターユナイテッド FC 戦でデビューし、チャールトンアスレティック FC 戦で初得点を決めた。大いに期待されて加入したが、体調面での問題により活躍は限られ、AC ミランとの UEFA チャンピオンズリーグ決勝には出場せず、2004から05シーズン後半戦は3得点に終わった。2005から06シーズンは、 アストンビラ FC 戦の先制点やミドルスブラ、FC 戦での2得点などで才能の片鱗は見せたが、リーグ戦28試合に出場して、わずか5得点にとどまった。リバプールでの1シーズン半で61試合に、出場して12得点を記録し、UEFA スーパーカップと FA カップのタイトルを、勝ち取った。リバプールでの不振により 2006FIFA ワールドカップに、 出場するスペイン代表メンバーから漏れた。2006年5月後半、遺跡金約300万ユーロでバレンシア CF に移籍した。聞け、サンチェス・フローレス監督とは、レアル・サラゴサ時代に共にプレーした経験がある。母国に戻ったことでコンディションを取り戻し、リーグデビュー戦のレアル・ベティス戦で遺跡後初得点を、決めて2から1で勝利し、 UEFA チャンピオンズリーグデビュー戦のオリンピアコス FC 戦ではハットトリックを達成した。ダビド・ビジャとの良い連携を見せ、リーグ戦では24試合12得点。UEFA チャンピオンズリーグではチーム内得点王の7得点を決め、ビジャと並んでチーム内得点王になった。2006から07シーズンの活躍からスペイン代表に再び招集された。 2007年夏には、ニコラジギッチとハビエル・アリスメンディが加入し、ポジション争いが一層厳しくなった。UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグ再開に終わり、キケ・フローレス監督が解任されるなど、失望のシーズンだった。2007年12月に負傷して、ほとんど3ヶ月の間出場できなかった。2008年3月15日のセビージャ FC 戦で、復活し、 4月に行われたコパデルレイ決勝のヘタフェ c F 戦ではチームの3点目を決めて3から1での勝利に貢献した。幾度かの負傷によって多数の試合に欠場したが移籍してからの2シーズンでリーグ戦48試合に出場して18得点を挙げ、その他に欧州カップ戦には18試合に出場した。2007年夏と2008年夏には トルコシュペルリガノが新たさらいから獲得オファーがあったが、いずれも実現していない。加齢による衰えやダビドビジャと不安またの成長などがあり、2008から09シーズンのリーグ戦は片手で数えるほどしか出場機会を得られなかったが、UEFA カップでは7試合に出場して3得点を決めてチーム内得点王になった。バレンシアとの契約が満了してフリーとなり、 2009年夏の遺跡史上では、自身が頭角を表したサラゴサへの復帰が噂されたが、エースモナコ時代の恩師リリエデシャンが新監督に、就任したオリンピックマルセイユに2年契約で遺跡した。しかし4番手か5番手のフォワードという立ち位置が続き、リーグ戦では11試合出場1得点、欧州カップ戦では2試合出場無得点に終わった。1年契約を残していたが、 シーズン終了後の2010年7月1日に、両者合意の下、契約解除が成立した。2010年夏の遺跡史上最終日の8月31日、現役を引退することを発表し、解説者として活動していくことを発表した。2015年1月、モリエンテスの息子が所属している縁からシーズンいっぱいの、契約でプリメーラレギオナルディビジョンのデイブ・サンターナで、 現役復帰を果たした。1995年には FIFA ワールドユース選手権。1996年にはアトランタオリンピックに出場した。1998年3月25日のスウェーデン戦でスペイン代表デビューし、最初の5分で2得点を挙げた。同年の北。 アイルランド戦でも1試合2得点し、1998FIFA フフワールドカップのブルガリア戦でも2得点を決めた。UEFA 欧州選手権2000の出場メンバーからは外れたが、UEFA 欧州選手権2004ではチームが大会中に挙げた2点のうちの1点を決めた。2002FIFA フフワールドカップでは、ラウル・ゴンサレスと共に素晴らしいプレーを見せ、パラグアイ戦とアイルランド戦で、 計算ゴールを決めたが、決勝トーナメントの韓国戦でゴールネットを揺らしたシュートが、オフサイドの誤信で無効となり、PK 戦の末に敗れた。2006FIFA ワールドカップ予選にも出場し、本大会に向けた代表候補31人に選ばれたが、リバプールでの低調な成績のために、最終メンバー23人からは外れた。バレンシアで復活を遂げて、再び、 スペイン代表に選ばれ、2007年3月24日の UEFA 欧州選手権予選デンマーク戦で通算27点目を決めた。デンマーク戦の4日後のアイスランド戦で負傷し、その後は代表に招集されていない。代表での27得点は、ダビド・ビジャ、ラウル・ゴンサレス、フェルナンド・イエロに次いで、スペイン代表歴代4位である。1試合あたりの得点率は、 ビジャには及ばないがラウルとイエローを上回っている。2012年からは古スレアルマドリードの下部組織のコーチとして指導者の道を歩み始めた。デイブ・サンタ・アナでの一時的な現役復帰を経て、2015年6月19日に、セグンダ・ディビシオン B の CF ・フエナブラダの監督就任が発表された。2016年2月に退任した後は、サッカー解説者や、 リーガイスパニョーラのアンバサダーとして活動している47試合27得点ありがとうございます。